あ、もう始まってる。はい、どうも、こんにちは。ありがとうございます。残りわずかな時間で足のシリーズチャレンジギターやってまいります。なんか他のいつもなんか、はい、あるよね、こういう役になってるような感じがするけど、自分ではどうなの、はい、こういう時間の少なさってどういう、どういうふうに感じてる。いや、別に特に気にはしてないんですけど。特に気にはしてないけど、気になる部分は、気になる部分はやっぱもう少しこう自分の時間が今少ないので練習時間をもっと増やしたいなと。だよな、練習時間だよな。プライベートでもあんまり時間がない。プライベートでもないのか。なんてこったの、忙しいなみんなな。本当だよ、この前も日曜日よ、はい、朝6時、5時ぐらいに起きてしまってからよ。あのかなと思ってからよ。どうしようって、それでもう全部生活また変わってしまって、まずいね。寝れんくなるときって寝れんくなるよ。そうですね、そういうときもあります。で起きるときって起きるよ。ない？あの仕事のときはもうとにかく布団から出るのが1分でも5分もとにかく何ぎってなるけど、はい、休みのときってなんでよって感じになる。そうですね。そのときどうする。平日のときって僕めちゃくちゃこう携帯でスヌーズ機能にしてます。10分経ったらまた鳴るみたいな、あれをめちゃくちゃ使ってますから。だったらよ、最後に起きるところ設定してもいいんじゃん。っていうのは、なんか二度寝したらこう、起きれないんですよ。なんとなく起きれやすい。私、起きる2時間前に1回寝朝なんですよ。2時間前ってだいぶ早い。だけど、パッと起きるときってあるでしょ。あのタイミングって何かなと思った。なんだろう。急に起きるんだよな。起きたときすごい調子いいのこれ、はい。そうなんですよね。何も疲れてないのさ。元気なんだよ。俺散歩行ったさ、すぐ真っ暗だよ、夜中真っ暗で行って、ジャスコの力なんてバーンって行って、はい、なんだろうなって、ね、あれ感じだね、何もいなくて新聞配達の人たちがうろうろしてて、はい、なんか仕事配送でちょっと言って、はい、全然空気違うね。そうですね、あの雰囲気ね、透き通ってる、うん、夜はまた違うよ、飲み屋が帰った後はね、最悪の雰囲気があるね、あの日ね。なんかね、世の中、特にあの松山あたりね、はい、なんかすごい変な雰囲気があるね、なんかね、オーラがね。じゃ触れちゃいけないような。そう、よどんでるね、空気がね。あれでもね、朝はね。朝は全然爽快ない。爽快ですね。だから多分さ、早く起きて、早く寝た方がいいんだよ、多分。早寝早起き。絶対いいよな、三毛のとこでね、はい。やっぱりね。だから、できんな、日常生活ね。そうですね。特に休みの日は、ね、ガバッと寝ちゃいます。それが一番、あのちょっと睡眠法の本も読んでんだけど、はい、一番やばいらしい。頑張って寝るのが、やばい、うん、一番やばいらしい、あの例えばもう6時に起きて12時に寝るっていう習慣つけた人は、はい、死ぬまでそれつけた方がいい。だからあの今日休みだから、はいはい、今日はもうたっぷり3時から9時まで寝ようとかやるでしょ、はいはい、そしたらせっかく1週間このフェースがさリセットされて、また新しいのが始まる、はい、らそれにいかない限りずっと睡眠不足に陥るわけ、はい、翌日9時に、その日9時に起きただろ、翌日6時に起きないといけない、3時間縮むだろ、はい、その分のストレスがまた続くわけです。だからこれをずっと繰り返してるでしょ、はい、絶対十分な睡眠が取れてない、疲れ取れないだろ。そうですね、なかなか。で、あのパッと起きれる時だけはその大きい周期が合ってるんだと思う、合った瞬間があって今日調子いいってなるんで、あるよね、はい、これを科学したらできるんじゃん。それテストしてんだけど、うまくいかんな。なかなか物事ははっきり思ったようにならないね。自分が絵に描いたようには進まないので、それは何でかなって考えながら、はい、でもやることやるしかない。そうですね、できることはするしかない。できることをあのちまちまと地道に続けることしかできないんです。はい、私たちには。ちっぽけな人間です。なんでそこに。これ何の番組だったの。睡眠の話です。睡眠の話だよこれ。違うってギターの話って。ギターの話だな。でも必要だよな。そうですね。こういうのは。宣伝の道も一歩からで。あ、またそこに行った。なんかそういう番組やったもんね、カメラもなんか。思ったらいいんじゃないですかね。各言だしかな、これの説明とか。あ、いいです。あの一人でこっち開けて夜中の1時ぐらいで。そうこっちにいっぱいいろんなものをくっつけながら、いろんなものが来てからさ、たまに泣く映りましたよみたいな。そういう番組もみんなスピリチュアルをちょっと入れてからというね、ちょっとこうは特にあのお盆の時期とかね、こちらいいと思うよ結構。いいそうですね。いっぱいそう読むようにやってから、あのいろいろあの
なんかいろいろさ、水とかもお酒とかも置いといて、一発前にしてからやって、他のがだんだんおかしくなるのをみんなで実況、実況する。すごい。怖いね。超怖いね、これね。めっちゃ嫌ですけど。嫌だな。俺も、他のと遊ばないんですか。無理だ。あの、YMAX も返すの。そしたらもう、これダメだ。どうだ。だから、じゃあやってるで、はい、結局は、ちょっとへこみ気味なのが顔に出てるんだけど、うん、要はあの練習できなかった。そうですね、できなかったです。はい、やってもそれでもちょっとやってみて。はい、わかりました。選手とどのぐらい変わってるのか。やばい、どうぞ。歌ってもいいよ。はい。5% くらいはちょっと抜けた。どれだけ熱いですか。違うか。だから本当だよ、はい、歌ってさ、あのギターってそうやって使わんと、これやってストレス溜めるんじゃなくて、やって発散させないと。 そのために音出してんだからさ、はい、で今見たらまあ飽きて練習不足で、コードが全くあの言い前なんて追いついてこないところがいっぱいあって逆にちょっと忘れかけてるところ、忘れかけてるな。忘れが、あのもうそれはあなたのモチベーションです。そうですね、しっくり来ない感じ。来ないね今ね。で歌えば歌うほどこれねじすごい希望的な歌さ、はい、なんかバカ野郎ってなってないだって、ね、これを受け入れないといけないんですよ。本当にこれでやっていくことが大切だから、はい、あとはやっぱコードだな。コードの左手のだからみんな今右手いってるのこれは、はい、分かる、はい、例えばこれで右手やるとしてさ、これは今これやってるさ、これやったら誰だった？一緒だよ。一緒だよね。一緒だ。ゆめちゃんと一緒。ダン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 。そっか、あっちから見てるから見てるだけで分かってないんだよな。右手がさ、ずっと一緒なんだよ。弾かないかがこの上下の中に決められてる。今さって音だったらタンって1個しか聞こえないでしょ。だけど運動としては2個やってるんですよ。2個目は触らないからこうなってて、触ると、ね、これ上げるときは弦を触らない で瞬間戻ってもう戻ってる。こっち戻ってこないと次が打てないから。一番簡単なのがこう弾いたらダウンだけ。次難しいんだけど、アップだけでできる感じさせて、頭感じさせてからな。これがアップだけ、裏だけで、これで次は例えばターン、タッタ2拍目、あの2回目のアップだけ弾かない。
と右手の感覚のところにインプットしていくっていうのが、あの次の作業だけど、俺はどうしようどうしようと、ほんとそこまで教えるつもりなかったよ。4つでいい、4つ。ど素人は一番、 なぜど素人かっていうと、やっぱりこの左手、最初に言ったから1、2、3、はい、左手を覚えるっていうこと、っていうことはコードフォームを覚える、コードの音が出るっていうのがもう第一条件。ど素人はこれをクリアすると次のこっちに来る。右手ので右手のテクニックで夢でも言ったけど、例えばこれをアルペジオやっても全然からだよ。今私も違う曲になってる。ここはまた別のアレンジとかに組んで、まずそのド素人の左手の基本的なコードを、だって C でしょ、 C7FCDG、うん、これをできるのが一番、はい、それも難しいだろう。そうですね、はい、じゃあこのみんな皆さんそうだけど、なぜできないのか、根本的に何でした。基本的にギターに触る時間が短いです。はい、はい、もう答えはそれだけなんです。はい、だから何回も言ってるけど、上手くなりたいってさっきも隊長が言ったけど、はい、秘訣ないですかっていうか、はい、練習しなさい。そうですね、秘訣、触れ。もう触るのが人より長ければ長いの。でもただ触ってたらダメだよ。はい、さっちもプロだなとか言うけどさ、本当に触れってて触ってるわけよ、一生懸命吹いたりね、はい、違う違う、弾く、間違いだな、弾くだな、触れで、ね、触れっていうのは弾くってことな。必ず音を出す、すると筋肉が必ず運動するから入ってくる。ただやってるつもりだけど、実は脳はすごい賢くて覚えてる。それを何回もやればやるほど、あの確実なものになる。それはもう昔から変わらんと思う。本当です。何でもそうじゃん、はい、ギターに限らず、うん、それをやっていこうね。いつも僕らはこんな感じで置かれるんだけど、今日ちょっと伸びてる。いや、だいぶ申してるね。よし、じゃあ生 CM で、はい、ちょっとまとめやるから、今日のあれをちょっとまとめてください。はい、というわけで今日も私のチャレンジギターをお送りいたしました。あと何回、あと明日明後日の2回で、素人シリーズチャレンジギターは終了になってしまいますが、いや寂しいですね。だから出てお前ちょっとギターやめろ気ではないだろう。はい、そうです。まあ、これから逃げて、まあ、明日明後日でどう僕たちはこれまでの2週間を結果として残すことができるのかと、そういうことになってまいります。でですね、明後日は、うん、まあ、こう一人一人の発表会というそうだね、ちゃんとやって、最後に新田先生のありがたいお言葉をいただいて、ありがたい、ありがたい、すばらしいです。いや、ありがたい。あの、背景作っとかんと、そうですよ、映像武道館、武道館とか、ドームとかドームとか、8年前とか、すごいそれか、こちらの社長と大月さんが睨んでるやだ、切りにくい後ろで映ったらいいね、これよくここにいるとかね、ここに社長とおじさんがここで見てる。めっちゃ歌ってやりにくい。やりにくい、やりにくい。他の方が期待してるから、よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、という今日もチャレンジギターをお送りいたしました。講師の先生はですね、浦添市浦添中学校向かい音楽高校総総さんから、新里和則先生にお越しいただきました。ありがとうございました。はい、どうもお疲れ様でした。はい、この番組は沖縄 TV 那覇市新都心マックスバリューの手前青いビルの7階スタジオからお送りいたしました。ではまた明日、明後日よろしくお願いします。さようなら。